夢ラジオ第81回、今日は平成28年12月18日日曜日です。時刻は夜7時回ったところですね。日曜日の夕べのひととき、夢ラジオです。81回目の今日は日本画家を取り上げましょう。東山魁夷です。聞いたことありませんか？東山魁夷さん。ただし魁夷というのが難しい字を書きますから、一度聞いても覚えられないかもしれません。ただし日本画の第一人者ではあります。特に戦後においては。そんな東山の絵を今日は取り上げてみましょう。戦前東京美術学校を卒業、ドイツにも留学しています。ですから植毛されていたんでしょう、未来を。そしてドイツに留学している間、カスパー・ダービッド・フリードリヒの風景画に大きな衝撃を受けます。ドイツロマン派ですね。フリードリヒについてはこの夢ラジオでも以前にご紹介しました。雄大な自然、その背後に隠れる神、そして人間の小ささ。東山はドイツ留学中、このフリードリヒから風景の描き方、構図の取り方を学んでいきました。ちなみに帰国後、日本でほとんど知られていなかったフリードリヒを美術史の上で大いに知らしめたのも東山です。今画面に映っている絵は昭和22年の残照ですね。山の連なりです。その山の連なりをかなり高い山の上に立って、そこからの構図として描き足したものです。雄大ですね。実は日本画では風景画はそれまでいくつも描かれてはいましたが、やっぱり構図はちまちまっと小さくなる傾向があったんですよ。ところが戦後2年ほど経った時期に、こんなに広い、こんなに雄大な絵を描いてくる画家がいたということで、日本の画壇は驚嘆しました。ある意味画壇に希望を与えたと言えるかもしれません。何度も言いますが、この残照、日が残っているというタイトルですが、出たのは戦後2年しか経っていない時なんですよ。昭和22年。あと10分も経てばこの光も残らずに暗くなってしまう、そんな夕べの山々たち、そして見る人の視線はその山の向こうへと向かいますね。ちょうどフリードリヒの絵画でもそうであったように、東山の絵には人物はほとんど登場しませんが、もし登場すればその登場人物、やっぱりフリードリヒと同じように後ろ姿なんじゃないでしょうか。この残照という絵を見ればなんとなくそんな気もしてきます。それから3年経った昭和25年ですね。
次の絵は道です。これは有名な絵で、今中学や高校の美術の本に出てないでしょうか。日本画の代表作でもありますね。東山といえば道なんですけど、どうでしょうか。構図は至って簡単で、道がずっと向こうへ続いていくだけです。うっすらとその道が右の方へ曲がっていくのも見えますが、まあ、基本的には道は向こうへまっすぐとですね。周囲の緑は燃えていますよ。東山によると夏の朝なんだそうですね。この構図を着想したのは青森県だそうです。そこの夏の朝です。ただ別にその青森だかなんだかはあまり関係のないこと。この絵のテーマはズバリ道ですね。しかも構図単純であるがゆえに、いろんな人がいろんな道をこの絵に重ね合わせることができる。そうも思いませんか。つまり東山はどちらかというと普遍性を重んじた画家、こんな風に言っていいと私は思います。例えば画家の中にはね、ある事件を描いたり、ある戦争を描いたりという、そういう画家もいます。その時その絵は迫真性を帯びて時代性を帯びますが、いかんせんその分その時代に縛られたものになってしまうんですね。一方今回のこの東山の代表作道、構図が単純で時代とか場所とか特定されませんね。であるがゆえに、どの時代の人もどんな場所の人もどこで見てもなんとなくこう立ち止まってしまうというか、ちょっと考えてしまうというか、場合によっては勇気をもらうかもしれませんね。俺も自分の道を歩いていこうと。東山はそういうどちらかといえば普遍性を重んじた画家です。それがこの昭和25年の道という絵にもよく現れています。そこから8年後の昭和33年、今度は秋の陰りという絵ですね。秋の陰り、これも構図は単純で三角形の山になっています。ちょっと子供の描いた絵みたいな感じがしますね。一瞬見ると空も薄紅色、山も紅色、その紅色に陰影があるだけですね。別な色が加わってはいません。写実ではないんですね。もう秋の紅葉をテーマにしていますが、その紅葉が東山にはこう見えたという、そういう構図であり、そういう色の配置となっています。この意味においては、つまり画家の自然の再構成という意味においては、やはり東山、フリードリヒを単に真似しただけではありませんね。細かいところはぼんやりと、そしてもっと画家の裁量を絵の中に持ち込んだ、この点においてやっぱり東山は20世紀の画家と言わざるを得ません。次の絵は、冬の花ですね。冬の花、昭和39年です。夜なんですよ。夜なんですが、なんか明るい感じの 画面です。上に輝いているのは満月です。冬の太陽はこんな輝き方はしませんね。つまり夜で冬の満月が凍った木を照らしていますという、そういう構図ですね。しかも大切なことは、舞台は夜なんですが月も白、木
木も白、全体の基調も白を白で描かれているということなんです。うん、夜なのに基調が白、これも20世紀の絵に独特なことですね。夜の光というか夜の白というか、写実からは離れないとこの絵は生まれません。最後に昭和43年の花あかり、この絵も東山の代表作です。花あかり、この絵は場所は特定されていて京都の東山だそうです。やっぱりさっきと同じように満月、そしてその下に木という構図です。ちょうどこの頃東山はこの構図が好きで、よくこのパターンの絵を描いていましたね。そのパターンがピタッとはまったのがこの花あかり、今画面に出てる絵ですよ。相変わらず時間は時刻は夜なのに月は白、しだれ桜も白、さっきと一緒ですね。夜なのに基調は白、そして主人公が光ってやつですね。こう見てくればロマン派と印象派をちょっとくっつけたような、足して2で割ったような感じの画風と、こんな風に言えなくもありません。ただしその西洋の絵にはない優しさがありますね。さっきからの絵どれもぼんやりとしていて輪郭がはっきりしていません。ですからまあ西洋の絵画に学んだ東山ですが、やはりその画風は日本的であり、ですから東山は洋画とは分類されませんね。東山はやっぱり日本画として分類されます。それは西洋の技法は学んでいながらも、風景は全て日本の風景だし、ロマン派や印象派あるいは前衛芸術を取り入れてはいても、けれどそのモノマネでもなくて、きちんと日本の風景に合うようなまろやかさというか、丸みというか、ふくよかさというか、それが加わってもいますね。ですから東山は西洋の人が見てもわかる日本画、そして日本人が見てもやっぱりわかる日本画、割といろんな人に人気が出やすい絵、確かに人気がありますね。今も西洋人で絵について興味がありますよ、しかも日本の絵にも興味があっていくつか見てますよという人に、どんな絵って聞けばまず出てくるのは東山でしょうね。海外での名声も高いんです。さあ81回目の夢ラジオ、日本画として日本画家として取り上げる、まず取り上げるべきは東山魁夷、そう思いました。リスナーの皆さん、いくつか彼の絵をご覧になってどんな気持ち、どんな印象を受けられたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。